どうも、宇宙ヤバいチャンネル中の人のキャベツです。今回は宇宙へからの人類滅亡シナリオ4選ということで動画をお送りしていきたいと思います。この地球というのは本当に奇跡的な環境のもとに存在しています。例えば、この太陽ですね、この太陽系の中心にある太陽という天体の距離感、この距離感も近すぎて水星と金星みたいに灼熱地獄にもなってなければ、遠すぎて、火星異例の天体のように、極寒の惑星になっているわけでもないと。本当に適切な距離感にあるおかげで、この、地球上の生命は育まれているといったことだったりだとか、あとは、このシミュレーションでは申し訳ないんですけど、ないんですが、巨大な衛星である月という存在もかなり、人類というか、地球上の生命にとっては本当に、ありがたい存在ですし、そして、銀河系の私たちが属する、銀河である天の川銀河ですね。この天の川銀河の中で太陽系というのはかなり中心部から離れた場所にあるということも生命にとってはすごくありがたい話であるというわけなんですね。なんですけど、そういった具合で宇宙というのはそもそも生命が存在できるような場所ではないんですね。私たち生命が奇跡的な存在ってよく言われるくらいなので、本来はこの宇宙はものすごく危険な場所であると、この宇宙の中に完璧に安全な場所というのはそもそも存在するわけがありません。この人類だって、いつ突如として、この宇宙に牙を向けられて大きな被害を受けてしまうということが、起こる可能性も十分にあり得ます。で、その危険というのは、もしかしたら明日起こる可能性だって、ゼロではないんですね。今回はそんな宇宙からやってきて、いつ滅亡させてもおかしくないような、超危険な現象というのを4つ厳選して紹介させていただきます。はい、それでは第1に紹介するのは、隕石の危険ですね。宇宙からやってくる危険といえば、真っ先にその中で思い浮かぶのが多分隕石だと思います。隕石というのは本当に絶大な威力を誇っていて、この地球上の生命とか、あと環境にも大ダメージを与えることがあります。まずは、過去に実際に地球に衝突したとされる隕石を振り返ってみましょう。その中で代表的なものはやっぱり恐竜を絶滅させた隕石ですね。で、その恐竜を絶滅させた隕石というのは、小惑星がチクスルーブ衝突帯と呼ばれるもので、今から6600万年前ぐらいにメキシコのユカタン半島という場所に衝突したというふうに言われています。メキシコのユカタン半島は、ここですね。この辺りに衝突したというふうに考えられています。で、そのチクスルーブ衝突帯の大きさが、直径で10から 15km 程度であると、かなり、想像するだけでも非常に巨大ですね。で、その衝突速度というのが、なんと 20km 毎秒という速度だったそうです。その衝突時のエネルギーというのは本当に尋常ではなくて、そのエネルギーが広島型原子力爆弾のなんと10億倍にもなったそうなんですね。それだけのエネルギーを、誇ってた衝突だというわけです。で、また潜在的に危険な小惑星という分類があります。これは何かというと、地球に接近する軌道を持つ小惑星の中でも特に地球に衝突する可能性が高くて、なおかつその衝突時に地球に与える影響が大きいとされる小惑星の分類となっています。で、この潜在的に危険な小惑星というのを英語にした時の頭文字を取って PHA というふうにも呼んでます。で、現在登録されている中でもこの PHA というのは大体2000個ぐらいあって、未発見のものも含めるとさらに何倍もの数になるというふうに考えられています。これだけの数、シミュレーションの中で映っているだけでも相当な数ありますけど、もちろんこのシミュレーションの中で全ての PHA が含まれているわけではないですし、さらに未発見のものも含めるとその数は本当にもう膨大になるというわけですね。この地球が太陽との適切な距離を置いているとはいえ、いかに危険な場所で公転しているかということがよくわかると思います。はい、続いては2つ目の危険な現象、スーパーフレアを紹介していきます。太陽フレアの数百倍から数千倍ものエネルギーを持つスーパーフレアという、もう非常に強力なフレアが存在しています。従来であればこのスーパーフレアというのは若くて活発な星にしか起こらないと。太陽というのは誕生してからだいたい46億年ぐらい経過しているので、その太陽では発生しないというふうに考えられてきました。ですが、スーパーフレアがどれくらいの頻度で起こるのかと、そういったものは詳細はまだ明らかにされてなかったんですね。で、そんな中で宇宙望遠鏡であるガイアだとか、あとアメリカのアパッチポイント天文台による観測データから、
若い星ほどスーパーフレアを起こしやすいっていうのはそれは確かだったんですが、誕生してから46億年ぐらい経った、まあ、太陽と同じくらい年を取った恒星でも全くそのスーパーフレアが起こらないわけではないということが分かりました。で、若い星だと、まあ、それこそ本当に毎週のようにスーパーフレアが発生しているそうなんですけど、太陽のような星の場合はその頻度が数千年に一度というふうになるそうです。まあ、こう聞くとあまり私たちには生きている間には関係ないと、身近な存在ではないように思えるんですけど、今後100年間の間でそのスーパーフレアが起こる可能性はゼロではないらしいんですね。で、これまで人類はキャリントンイベントといった、まあ、1859年に発生したものすごく巨大な太陽フレアですね、まあ、そういった極端なフレアというのも何度も経験してきたんですが、ここまでこの電子機器に頼った、まあ、現代のような文明を持ってたわけではないので、そういった状態で、まあ、太陽の巨大なフレアを食らうと、まあ、それは、まあ、それこそ本当に恐るべき事態となるということは容易に想像ができます。で、まあ、そのスーパーフレアというのはさらに巨大な現象なので、まあ、それを食らうとなると本当に人類はどうなってしまうのかと考えただけでも恐ろしいですね。はい、そして3つ目はブラックホールの接近ということで紹介していきます。で、太陽質量の8倍以上の質量を持つ大質量星というのは、その一生の最後で超新星爆発という宇宙最強レベルのエネルギーを誇る天体現象を起こして、で、派手にしていくというふうに考えられています。で、超新星爆発の時にはその恒星の中心部で起きている、恒星というのは核融合反応という反応がその中心部で起きていることで外側にエネルギーを放っているわけなんですが、その核融合反応によって恒星の外側に膨張していく力が恒星のものすごい強い重力と対抗して、それが釣り合って恒星というのが存在できているんですが、超新星爆発が起こるときにはその釣り合いというのが保てなくなって、結果重力が勝って中心に向かってものすごい勢いで核が圧縮されていってしまうというわけなんですね。その結果、太陽の8倍から30倍程度の質量を持つ恒星だと、その中心部に中性星という超高密度天体が残るというふうに考えられています。で、その太陽よりも30倍以上も重い、それ以上に重い恒星だと、その中性子星すらも重力によって圧縮されてしまって、最終的にはブラックホールという天体が残るというふうに考えられています。先ほど爆発させた星の場合だと、これどのように中心にブラックホールが残ってますね。で、この過程でできるブラックホールというのは、最低でも太陽の3倍程度の質量があると。このシミュレーションだと15倍ですね。というふうに考えられています。なんで、質量的にはすごく重いんですけど、ただ、まあ、非常に暗いと。まあ、暗いというか、光を全く放たないんですね。このブラックホールは、まあ、この黒く見える部分、光すらも放たないぐらい重力が強いために黒く見えてます。なので、一切の光を放ちません。というわけで、まあ、光を放たない上に、まあ、実はこのブラックホール、重さの割にものすごいコンパクトなんですね。まあ、重力が強いので、ものすごいコンパクトな天体となってます。はい。まあ、これ地球と比べるとよくわかると思うんですが、まあ、このように地球と比べても、まあ、太陽の15倍という圧倒的な質量を持ちつつ、地球よりも非常に小さいことがわかります。まあ、ちなみに太陽というのは地球の33万倍の質量があります。それの15倍の質量がこの中に詰まっているわけなんですね。で、それだけ小さい中にそんだけの質量が詰まっているので、いかにこのブラックホールがものすごい密度なのかと、ものすごいコンパクトなのかということがわかると思います。で、現在発見されているブラックホールの中で最も地球から近い場所にあるブラックホールというのが3000光年ぐらいの場所にあるというふうに考えられていて、まあ、非常にすごく遠いんですけど、まあ、さらに桁違いに近い場所にブラックホールが存在する可能性というのは、まあ、十分にあるんですね。まあ、先ほど言った通り、ブラックホールというのはちっちゃい上に光を放たないと、すごく見つけにくい天体ですので、そういった近くに実はひっそりと存在しているという可能性も十分にあり得ます。そういったブラックホールがいつの間にかこの太陽系の近くに存在していて、徐々に接近していたとしたら、それこそ本当にこの太陽系全体の天体の公転軌道がぶっ壊れていってということも、まあ、もしかしたらあり得るかもしれません。まあ、なかなかこれは極端な本当にシミュレーションなので、こういったことがいきなり起こるって可能性は本当限りなく低いんですが、まあ、そういったことももしかしたら起こりうるかもねというお話をさせていただきました。
まあ、そんなブラックホールというのは本当に恐ろしい天体なんですね。はい、それでは4つ目に紹介する危険な現象はガンマ線バーストという現象です。ガンマ線というのは電磁波の一種ですね。まあ、電磁波は、まあ、その波長によってその性質が異なっていて、長いものだと電波というものになって、で、短いものだとガンマ線というものになります。で、中間にあるのが可視光ですね。目に見える光です。なので、私たちが見ている光もこの電磁波の一種であると。その光の波長を、まあ、長い方と短い方にさらに拡張していった概念というのが電磁波というものになります。で、この電磁波というのは波長が短いほどエネルギーが強くて、でその中で最も波長が短くてエネルギーが高い電磁波こそが今回紹介しているガンマ線というものです。でこのガンマ線とか、まあ、あと X 線というのは、まあ、危険な、電磁波でして、まあ、特に放射線というふうにも呼ばれるんですけど、これ食らうと、まあ、人間が浴びると体の構造が破壊されてしまうと。で、その食らう量によっては最悪、最終的に死に至る場合もあるほど、本当に危険な光線となっています。で、そんな超絶高エネルギーで、本当に危険すぎるガンマ線が、もう短期間でおぞましい量放出される天体現象こそが、今回紹介するガンマ線バーストというものです。でガンマ線バーストというのは、先ほど出てきた、まあ、太陽の30倍以上の質量を持つ恒星が、その一生の最後に超新星爆発を起こした際に、まあ、中性子星すらも圧縮されて最終的にはブラックホールが中心に残るという風にお話しさせていただいたんですけど、このブラックホールが形成されるタイミングで何かしらのメカニズムが発生してこのガンマ線バーストが起こるという風に考えられています。まあ、正確な、このメカニズムに関しては今のところ残念ながら明らかにはなってません。で、そのガンマ線バーストというのは、もう発生してたったの数秒という本当に短い期間の間で、太陽120億年ぐらいの、一生の期間があると、意味言われてるんですけど、その120億年の一生分に、放つエネルギー、すべてのエネルギーの総量に匹敵するほどのエネルギーを放出するらしいんですね。まあ、そんな感じで、ガンマ線バーストというのは、もう本当に宇宙にあるエネルギッシュな天体現象の中でも、先ほど紹介した超新星爆発と並んで最大規模のエネルギーを誇るもうまさに破壊的な天体現象となっています。で、はるか数百光年ぐらい離れた場所でも地球の、オゾン層を破壊して生態系に影響を及ぼすと、それぐらい本当に危険な、現象となっています。で、超新星爆発を起こしそうであるということですごく有名なベテレギウスっていう天体がありますが、まあ、この天体ですね、まあ、ブラックホールがちっちゃすぎてあんまりよくわかんないんですけど、大きさがね、ただものすごく巨大で、これがまあ太陽の1000倍ぐらいの半径を持つというふうに考えられています。まあ、ここに今太陽を置いたんですけど、まあ、こんな太陽と比べても圧倒的に巨大なこのベテルギウスという星が、まあ、超新星爆発をすぐに起こしそうであるということですごくニュースになってます。で、このベテルギウスは今中性子星を残す可能性が高いんですね。というのも、この質量、太陽の10倍から20倍程度あるというふうに考えられているので、現在の理論で言えば、その中心にはブラックホールではなくて中性子星を残すという可能性が高いので、先ほども言った通り、ブラックホールが生成される際にガンマ線バーストが発生しそうだというわけなので、このガンマ線バーストが発生するかどうかは正直不明なんですけど、もしもこの640光年という位置で地球に向けて、このガンマ線バーストが放たれた場合は、この地球のオゾン層とかにも、なんかかなりの甚大な被害を及ぼす可能性もあります。まあ、なので、ベテルギウス爆発してほしいと、まあ、それは事実なんですが、まあ、本当に安全なのかは保証しませんよ、ということになります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、本当に、突然襲ってくるこの宇宙からの危険に、私たちは正直備えることができないんですね。まあ、というのも、それがいつ起きるかわかんないし、まあ、仮に予想できたとしてもそれを防ぐほどの技術力が私たちはないということになります。まあ、なので私たちは本当に安全であることを信じて毎日一生懸命生きるということしかできません。ということで宇宙ヤバイチャンネルでは毎日こういった宇宙関連の動画を投稿しているので、この動画を面白いと思ってくださった方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。